3番グローブシアター、先頭です。エイリフレバーが2番手の位置、その後黄金未来で1番のゴシリネーム、あるいは7番のオールマンディバー、先頭は突き放しました。3番グローブシアター、3馬身、4馬身のリード、3番のグローブシアター。8走まで、8走までお待ちください。それはコープレチンプレーでそういうのだけやってるから。まあいいんだよ。親方がロッテで。
先頭は6番ワンカーズの芝、今日も逃げてスピードは2馬身半くらいです。2番手4番ラストルーム、あとは3馬身後方単独3番手に7番ノーチカラジャード、あとはやや接近して6番マスラボが続いてゴール板前を通過、内側2番マイナーポジション2つ上げていきます。3、4コーナー中間、あとは3馬身後方に6番マスラボ、最後方内が入って3番サイモンサーマル、4コーナーへ向かっていきます。残り 500m、 前は8番バッターこの試合先頭で、リードは半馬身4コーナーから直線です。並んで川塚4番ラストヌードル2頭の競り合いで、あとは2馬身後方を追い出して7番ノーチカルジアの現在3番手、残り 200m、 ここから1本です。やればいいだけ。10走メンバーの登場です。第53回ダービー競チャレンジトロフィー1600m、 16番クイーンカーネリアンが出走を取り消して出走メンバー15頭に変わっています。デビュー何十周1年何十周みたいなレースなんだけど、馬体重 426kg、 前回からマイナス10、鞍上は柴田大地、負担重量 55kg です。だから2番ローゼルビーズは484kg、 増減なし。小畑拓也 55kg、 3番ソーグリッタリングは 486kg プラス4、河田優が 57kg、 4番ルフトシュトローム 506kg 増減なし。クリストフルメール 56kg、 5番ブラックムーンは 498kg マイナス4、吉田豊 55kg、
6番レイエンダ、馬体重494キロ増減なし、丸山元気57キロ。7番ベステンダンク518キロ、プラスローク北村博士56キロ。8番湘南ライズは470キロ、マイナス8。鞍上は大野拓也から内田純一に乗り換わっています、54キロ。9番テルテットは418キロ、マイナス6、ミルコデムーロ53キロ。10番マイスタイルは458キロ増減なし、横山和夫57キロ。11番カテドラルは484キロ、マイナス4、佐藤博人56キロ。12番名称士官は468キロマイナス2、津村明秀54キロ。13番ボーラスチェッキは476キロマイナス4、原優介57キロ。14番アドミスコースは480キロマイナス2、武藤宮城55キロ。10番エメラルタイプ馬体重が第53回ダービー競チャレンジトロフィーが行われます。それでは発送までお待ちください。まずは2コーナーを目指して内から1番スマイルカナ出ていきますが、追って10番マイスタイル合わせて先頭に立ちました。そして2番のボンセルビーソン、あとは13番トーラスセミに2番手に上がっていって2コーナーを迎えます。その後ろ12番名称時間が行って、あとは7番ベステンダン2コーナーから向上です。一番進行方3番ソーグリッカリング、あとは8番湘南ライブ、直後24番アドリフコース、
1番4番ロックストローム、ここまで1段です。あとは4馬身9番ヘアペット、その後ろ3馬身差、5番のブラックルームが行っています。1馬身半後方に11番ラテドラル、あとは7馬身8馬身後方15番エメラルファイト、もう1頭大きく遅れて6番レイエンタ最後方、どうしたんだろうな。結果数が増えたのは10番マイスタイル、1馬身ハッピーの1番ヘアペットは同じ3番手になった1番スマイルハニー、最初の 1000m57 秒くらいで行っています。あとは接近する11番名称島、3番手の外両コーナーへと向かって、あとは押して押して2番モンセルビーソン、その外に接近する14番アトミックフォース、大外からは9番テルセット、第4コーナーをカーブ直線に向いています。前は10番マイスタイル、逃げるリードは2馬身です。2番手は2番手です。よかったです。